今ね、うん、あの震災の話題が出ましたけれども、はい、もうちょっとで3月11日、うん、あそうですね、で1年間震災から1年ということで、うん、まあいろいろとね思い起こすこと、はい、考えることがたくさんあると思いますけれどもね、はいはい、でまあ先日、はい、バカフグからお、うん、1枚の CD が送られてきて、はい、で来ましたね、うん、この曲、まあ、ユーストとかよく見てる方はね、知ってるかもしれないんですけども、じゃあこの曲を聴いていただきましょう。はい、はい、灯火地震が来たら大丈夫ですか。もう一回今間違えちゃいけないところだよね。今別にいいんじゃないですか。僕は適当に、はい、はい、韓国語韓国語じゃないですか。あ韓国語、はい、韓国語でどうぞ。ともしびわかんない。わかんない。いやいや、カッチイッソジョって言えばいいんですか。ずっと一緒だよ。カッチイッソジョって適当にごまかしてもいいですよ。ともしび地震が来たらどうぞ。カッチイッソジョ。来たら火を消そう。だけど心の火は消すな。砂に巻かれて泥にまみれて瓦礫の波に押し流されても、地震が来たら無駄に電話かけるな。だけど気軽に声かけろ。声かけ合えれば長い夜でも心温かく過ごせるだろう。僕らは小さな生き物だけど、だけど小さな夢を聞こう。地震が来たら夢を語ろう。一人一人の小さな夢を。
灯火地震が来たらサンプラザ中野くんさんと、向谷実さんの曲ですね、うん、そうですか、はい、うん、はい、編集が、はい、編曲が向谷実さん で、 あ、そうなんですか、で作詞作曲がサンプラザ中野くんさんです、うん、聞いていただきました。はい、うんうん、もうちょっとですね、1年経つのはね、うん、今日はメガネかけて夏子先生ですか、それとも夏子ママとかって夏子先生です、うん、もうメガネはもう終わったね、なっちゃんよこっちんこんばんは、午後からかよこちゃんのライブ見てきて、うん、今自宅に着きました、はい、名前が良かった、おお、かよこちゃんのね、実は、うん、次は、次はなっちゃんの、生歌聞きたい、生歌ね、もうなんかそういう機会があれば、うん、ええ、ね、ぜひ、あなたの心に届けましょう、おお、あ、バカハグ、お、バカハグ81、お、来た、こんばんは、こんばんは、うん、今ね、届いた CD かけましたよ、バカハグかけたよ、うん、うん、ありがとね、ね、地震が来たら、はい、みんなね、そう、地震が来たら、地震対策してますか、はい、ね、地震対策、大地震が、うん、関東は特に、危ないらしいですよ、うん、もう 70% 以上あるっていうからね、うん、やっぱり地震が来るのは、うん、うん、そうそうそう、サンプラザ中野くんさんですね、中野くんさんです、うん、そうで、この曲はね、はい、あの災害後、うん、こう2日後に、うん、もうできた、そうです、あ、そうだ、そんな早くできちゃったんですか、うんうん、ね、早いですね、すごいです、もうなんか、うん、もう被災されて、はい、で計画停電のエリア内とかね、うん、不安を抱えながらレコーディングされて、うん、で、あのユーストリームの向谷クラブさんで、うんうん、配信されてね、皆さんが多分知ってる方も多いと思うんだけどね、うんうんうん、まあ、心の火を消すなと、お、ね、すごいメッセージのある曲です、うん、もうちょっとでね、うん、1年が経つね、はい、でこの曲はね、うん、やっぱり世界にね、うん、やっぱり聴いてもらうっていうことで CD の収録がね、うん、これね、びっくり、これね、あのバカフグがね、はい、あの丁寧に送ってくれたんだけど、うん、いや、収録曲一覧、うん、まあ一番最初がね、はい、あの日本語バージョン、お、そう、2個目が中国語バージョンもあるのよ、はい、で、英語バージョン、うん、フランス語、ウクライナ語、うん、ネイティブアメリカンバージョン、うん、あとギターインストバージョン、うん、ベトナム語バージョン、イタリア語、うん、バージョンで、おまけ初音ミクバージョンもあるすごいね、で、うん、カラオケバージョンもね、コーラス入りと、韓国語バージョンないですね、韓国語バージョン、どんどん喋りづらいのこれ1個歯がないんだけど、なんでこんな喋りづらいんだろういや、歯の大切さが分かりますね、バナナで歯作ってもよかったから、今なもうせき止めちゃえ、うん、バナナで、バナナのこう歯を1個で、うん、白いから分かんないでしょ、うん、分かんない、白いからね、いや喋りづらい、頑張ってください、戦ってください、今戦ってますから、戦ってください、みんなで戦いましょう、常に戦ってます、うん、韓国語バージョンがあるといいですね、そうだね、韓国語韓国語バージョンがあると大丈夫です、はい、大丈夫ですか、韓国語バージョンがあると今流せたんですけどね、はい、そうですね、韓国語バージョンをこう、うん、なんかね、うん、まあ、染谷流にこうね、あ、でもそこまで私はね、うん、あの訳せるかどうかですけども、はい、うん、でもね、韓国の人にもね、うん、分かってほしいからね、まあ、でもこんなに7カ国語に翻訳されて、ええ、世界50カ国でダウンロードされました、おお、うん、ほら、ほら、夏子なんて横チンバージョンがあって、おこれカラオケの時でこれ歌えるんじゃないですか、あ、なるほど、カラオケバージョン流して歌うっていうことはありですよね、これ、うん、そうです ね、 ね、うん、これ普通に、ね、地震が来たらって歌えばいいんですね、ここで火を消そう、普通にね、流して BGM として流して、そうですね、そうですね、うん、はい、いいですよね、うん、で、メガネもいいけど、やっぱり素顔が素敵だなっちゃったね、ありがとう、はい、あ、埼玉にも危険な活断層があるようですよって、うん、気をつけてください、
そうですね、みんながね気をつけようはないだろう、うん、はっつってこう戦うわけにもいかないからね。その時に、お前勝つだぞみたいなね、動くじゃねえみたいなことはできないわけでしょ、うん、もう本当対策をするしかないですね、うん、もう足元でこう、うん、カカカカって割れてきたと思う、カッと足で縮むわけにいかないじゃん。内転筋を鍛えないそう、もう完全に私の股の力で、ね、夏子また頑張れみたいなね、うん、なんで私なんですか。いやいや、女の股の力努力ってやってクッってやね、そういうのじゃないんですか。そういうのじゃないんですね。そういう頑張りじゃないですね、やっぱりこうね対策を、うん、対策をねそうですよ、対策を、ほらこれこの時に言ってましたよ、ほら、うん、見て、被災地は銃のない戦場状態です。うん、うん、まさしくまさしくそうですよね、うんうん、大変ですよ。でも、ね、やっぱり人間ってこう助け合いっていうことをすぐこうするっていうことが、うんうん、やっぱりこうだんだんね復興してきたすごいところだと思うね、うん、まあ、一人じゃないんだなってことに気づかされましたね、うんうんうん、そう、はい、あの県でね、はい、うん、でそうそうそう、地震が起こる確率が低い、オホーツク海岸へいらっしゃい、うん分かんないよ、どうなの、えあ、ちたたかが紋別の方、紋別にあー、すごいな、いいんじゃないの、そっか、はい、あーまた頑張れ、え変なこと言うから、なんで、うん、頑張ってるよ、みんな反応しちゃった、うん、あ、ほら、海も面白いじゃないですか、ともしび地震が来たらは、うん、叶うことなら、うん、ユーストの有名人メンバーみんなで歌ったら面白くなるかなって思いますね。あ、ワンフレーズずつ、うん、ワンフレーズ、あ、違う、 We are the world みたいにワンフレーズずつ歌えばいいですよ。あ、いいですね、うんうん、みんなワンフレーズの部分だけ収録して誰かに編集してもらえばもう人任せです。そう、でもやっぱりそういうことしたら、うん、みんなで、うん、こういうこと忘れずに、うん、みんなでこうもっともっと助け合っていって、うん、また何かあった時にね、うんうん、支えになる、うんうん、ね、これは阪神ね淡路の時は、通信手段がなかったから大変だった、うんうん、僕も路頭に迷いましたからね、皆さん助けていただきましたから。あ、そうですよ、え、僕は地震が起きた時に皆さんに、あれですよ、あのツイッターで助けられましたからね。そうですね、はい、なんか電車も乗れず、そう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 、もう本当にもう行くとこがなくて、ね、帰宅難民になっちゃった、うんうん、コメントに詰まるなっちゃう多分あの温暖の股の力です。そうです、夏子頑張れ、夏子また頑張れ、ね、また頑張るから、うん、またが頑張る、また頑張る、うん、キュッ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 、またじゃなくて、また頑張る、キュッって締めればいいです、キュッ、ね、大丈夫ですか、行こうか大丈夫ですか、ちょっといいですか、それか助けを求める目線がもうなんかもうなんていうかね、なんかこうやっぱり そっちの方向の世界に行ってはいけないような気がするから、ほら全然 OK でしょって、中野くん喜びますよって、うん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 、風化しちゃうのが一番、怖いよね、うんうんうん、なくなっちゃうね、あったことをね、そうだね、何風にするのかね、うん、True Story of the World ってねって言うことですよ。 あの時の横陣は、避難所教えてって言ってなかったっけって言ってました。あ、そうだね、うんうん、皆さんに言ってましたよ、どっかね、あの何でしたっけ、あれ寝カフェ、避難所、あ、うん、そう、寝カフェないっつって、うん、言ってました。それで寝カフェはなかったんで、うん、なかった、なかった、あ、なかったんです、うんうん、で、な、避難所行って、そうです、あ、なんかあったかいあ、食べましたよ、食べたって言ったね、皆さんにね、うん、ツイッターであげましたよ、写真とかね、うん、こんなところに寝てるんです、こんなもん食べましたと、うん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 、こんな状態ですよっていうのをね、皆さんにあの教える、そうだったね、はい、伝えました。ほんとツイッターがあってみんな助けて、うん、なんか助かった人もいっぱいいる、はい、こんなところに重要ですよ、今度は18時15分到着予定だね、あと15分後にまた何かがここに、あ、何かがここに、うん、うん、来ますね、うん、僕がバナナをもう2本も食べちゃいました今日は怖いかなと思ってもバナナをもう2本食べきりましたお、はい、その分はここの、うん、お、どうなることやら分かりません、何が届くか、予定で、
ツイッターや掲示板は、安否確認でごった返してましたね。そうだね、そうだ。でも唯一ね、ツイッターだけがね、動いてましたね。動いてたね。メールダメでしょ、電話ダメでしょ。ツイッターだけはね、もう全然爽快。もうツイッターとスカイプね、ツイッターとスカイプ、さすがやっぱりワールド機能が大活躍だったね、日本だけじゃダメだよね、あれね。世界に繋がってるやつは全然平気だった。クジラも出なかったもん、あの時ね。クジラ出なかったね、本当に。通常だとクジラバンバン出ちゃうのに、ツイッターは、ロボットとかね、クジラが出るんですよ、またクジラが出ましたって出るんですけど、で、使えなくなった。使えなくなっちゃう、そう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 、ほら、なっちゃんに命名してもらった、出会い桜がね、発売した翌日に震災が起こったんですよね。そうだそうだ、出会い桜、あれから1年、あれから1年だ、あれから1年ですよ、ね、育ってないのは染谷さんのこの胸ですね、